みなさん、こんにちは。My name is Fumiyamori。今回はですね、なんかちょっと、最近大食い動画撮ってないなと思ったんですけど、ちょっと最近ダイエット中だからあんま大食い動画撮りたくない。でもなんか食べたいということで、早飲みやっていきたいなと思います。So、どちら?ラムネでございます。なんか6本のやつ買ってきたんだけど我慢できなくてちょっとこの2本だけ風呂上がりに飲んじゃった。まあそういうのはいいんですけども、単純になんかラムネ大好きで美味しいからね、なんかちょっと飲みたくなっちゃった。あとなんか1年前ぐらいに見たフィッシャーズさんのラムネ早飲み動画の影響でちょっとやりたいなと思ってちょっと買っちゃいました。というわけでぬるっとちょっとラムネの早飲みやってみたいと思います。このラムネ早飲みのポイントはですね、まず間違いなくこのビー玉の扱い、このビー玉がですね、飲んでるとこの飲み口につっかえちゃって中身が出てこなくなってしまう。だからね、ここわかるでしょうか、微妙にくぼみがあると思うんです。本来ならここにね、ビー玉を引っ掛けて飲み口に挟まらないようにして飲むのがラムネテクニック。今回はそれをいかにうまくできるかがタイムに直結してくると思うので、そこ意識してやってみようと思います。ちなみに目標タイムは10秒、10秒以内に飲めたら私褒めてください。とても嬉しいです。というわけでラムネ10秒チャレンジサクッとやっていきましょうか。レディーゴー。よし、はい。べ、全然詰まるんだけど。だあ、飲んだ。炭酸で喉がパチパチする。いったというわけで、タイムは37秒7でした。雑魚か。ところで開封するときに少々ラムネの中身がこぼれたんですけど、これも飲まないとダメですかね。というわけで一回チャレンジしてみたんですけれども、まず敗因はですね、途中で休憩入れちゃったことですね。これ一回飲むんだけど、飲んでる間ビー玉うまく挟まっても私の喉が炭酸に負けてですね、うわーって一回外してしまうんですよね。で、外したらまたこのビー玉引っ掛けないといけなくて、それに一回でも失敗するとなんかすごい大きなタイムロスをしてしまうということで、だからこうやって何回も飲み継ぎしない、一発で飲み切るっていうのがポイントだと思いましたよ。私思いました、そう思いました。このキャラ忘れてましたね。というわけで2本目行ってみましょう。スイッ、開けるやつスタンバイ OK、 ビー玉引っ掛ける位置確認 OK、 行きましょう。レディーゴー。あっ、あっ、はい、待って、タイム測れてなかった、ちょっと待って。まあ、今回ね、飲み継ぎは1回だけになったんだけど、ビー玉がね、飲み口に見事に詰まっちゃってね、一発目で、だからね、あんまいいタイムじゃなかったなって思います。3本目、落ち着くことが大切だと思います。あ、間違えた、落ち着くことが大切だと思います。ちゃんと飲んでいきましょう。というかなんかもうお腹がもうラムネで一杯でもう飲みたくないです。これで最後にしたい、10秒切りたいね。これね、地味に苦しいよ、みんな。やってみてください。ラムネ早飲みはマジで苦しいで。いきます。レディー。ゴー。あっ。タイム32秒8、ザコイ。はい、ということで皆さん、ラムネの早飲みをやってみたんですが、やっぱりラムネって普通に飲んだ方が美味しいです。うう